私、近森由美は、ブラックに働く27歳の AD だった。由美ちゃん。長峰和夫との出会いから、最新コスメ会社、アニマルビューティーに、まさかの入社。こちら、近森由美さん。慣れない環境と、できる同僚たちの中で、焦る私。ズタボロになった私の前に現れたのは、社長の榊圭介。綺麗だよ。撮影で訪れた雪山での自由時間、そこで交差するそれぞれの思い。さっきはごめん。圭介くん、好きだよ。ごめん。今度食べに行きますか？大丈夫です。社長から食事に誘われることに。あざっす、最強。妹の初恋が実って浮かれる私だったが、社長とのデートでやらかさないか心配。デート？あ、ごめん。加速していく恋模様。危ないから。社長との初デート気合い入れていきましょう。あのね、ベースメイクはいつも通りで大丈夫。厚塗りになりすぎないように気をつけてください。うん。ノー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 、もっと大人っぽく上品にいかないと。いいよ、なぎちゃん。それはカラーマスカラがチラッと見えて節目でドキンも狙えるから。ない、そうじゃないから。大人のデートだから。デートじゃないし。やっぱり黒。うん、やっぱり黒。はい。あー、ブーブー。リップやっぱこっちの方がいいかも。セミマットのやつ。髪型は同じ色なんだけど、なんかめちゃめちゃいいアイロン借りてきたから。じゃないの、なぎちゃん。なぎちゃん勘違いしてる。確かに今日は高いお店には行くけども、それはデートじゃなくて、まあ、仕事っていうかリサーチみたいな感じで言われてるから。そう。なぎちゃん、どっちがいい？なぎちゃん、そういうんじゃないから。履いてみれば？うん、いいじゃん。ありがとうございます、うん、デート楽しんでいったまえ。デートじゃないってば。うん、いいデート服です。ありがとうございます。よし、服はそれで確定。 あとはこれだな。ん？恋愛やプライベートについて上司が部下に無理やり聞き出そうとするのは NG。 でもお前は今日その壁を乗り越えて恋人がいるのか聞き出さないと。はぁ、胃が痛い。恋人いるのに言い寄る方が問題でしょ。言い寄る、言い寄るね。あー、変に深く考えないの。もう仕事と同じ。交渉は先方の状況をよく理解してからでしょ。なるほど。どうせ店にはカップルだらけなんだから。僕たち場違いですねとか、あ、こういうお店久しく来てないですとか言えばいいんじゃない。おう。相手の話を聞き出したいときは先にこっちが情報開示、そうすれば相手も話しやすくなる。ちょっと もう一回言って。はい。僕たち場違いですね。僕たち場違いですね。こういうお店久しく来てないです。こういうお店久しく来てないです。とにかく不快にさせない、圧をかけない、これ厳守。はい。あとデートだと悟られない。
デートだと悟られない。よし行け。よし。不快にさせない、圧をかけない、デートだと悟られない。間違えてました。あ、いや、合ってる合ってる、俺が早く来ただけ。30分前ですよ。あ、ねえ、いや、またせしないために早く着いたつもりだったんですけど、まさかいらっしゃるなんて、ほんとすいません。いや、違う、俺がすごく早く来ちゃったから。いや、ごめん。すいません、本当に。ごめん。ごめんなさい。遅くなってごめん。反省してるなら手つないで。もう寂しかったじゃん。ごめん。じゃあ行こっか。はい。失礼いたします。若い方が多いですね。え？いや、リサーチかなと思って。40代50代のユーザーを捕まえるにはどうすればいいか調査してて。ああ。なんか私が美味しいもの食べさせてもらってるだけみたいになっちゃってますよね。すいません。いや、店を選んだのは俺だから、こちらこそすいません。若干場違いでしたね、私たち。え？ああ、本当だね。皆さん仲良さそうで。私、こういう店来るの本当に久しぶりです。あの、お仕事の連絡ですか？あ、いや、全然、どうぞ。俺、恋人いないです。はい。あ、じゃない、あの、昔おっしゃってましたよね、取材の時に。ああ、そう、取材。あれ、取材用の言葉かと思ってました。いや、本当だよ。大学卒業してからほとんど。そうなんですね。ごめん、なんか今日変だ俺。あ、いやいや、なんかこちらこそすいません、ちょっと変に意識してしまって。意識？あ、こちらの問題です、すいません。私も大学卒業してからはほとんどです。え？なんかこう忙しくてバタバタしてしまって、恋愛は二の次に。友達に恋愛した方がいいよって言われて頑張って試みたこともあるんですけど、結局仕事を優先してしまう。はい、自分のことはどんどん後回しに。同時に恋愛のことも後回しに。そうです、もうよくわかります。俺も自分の話かと思った。前の職場にも恋愛してる子はいたんですけどね、ただただ私が容量が悪いっていうか。じゃあ今職場変わってからはどう？まだ恋愛は後回し？そうですね、仕事楽しいので。そっか。はい。失礼いたします。失礼いたします。はい。お待たせいたしました。牛ヒレ肉のロースト、トリュフのせでございます。いただきます。美味しいです。よかった。うん。トリュフ味だ。トリュフ味。うん。
本当にここで大丈夫？はい、うちすぐそこなんで。今日はありがとうございました。こちらこそ。じゃあまた明日。はい。あ、また今度リベンジしてもいい？あ、全然リサーチにならなかったから。あ、はい、おっしゃっていただければいつでも。ありがとう。今度はお店選び気をつける。はい。じゃあ気をつけて。はい、失礼します。仕事楽しいよね。当たり前に座ってるんですか？俺？あなたしかいないでしょ。私が呼んだの。風邪を週5でラーメン食べてるって言うからさ、いつかメタバで死ぬぞと思って。ふみちゃんもだいぶな頻度でラーメン食べてるけどね。ちょっと違う。はぁー、違う。マジ？夕飯いらない日っていうか、そういうことだったんですね。なんで言うかな。ご飯でも作らないからね。今日はどんな写真撮ってたの？え？怖っ。なんで知ってんの？いやいや、荷物。ああ。今日のは、うん、いつか仕事にできればなってやつ。いつか？うん。まあ、海ちゃんたちで言うと企画書みたいなこと？とりあえず書いてみないと始まらないでしょ？俺も。とりあえずいつかのために撮り続けてるってだけ。ふん、すごいね、風邪って。何が？ん？いや、今の仕事でも十分すごいと思うけど。すごくない、全然。ん？というか、もっと好きになりたいってこと。自分の仕事と仕事してる自分も。そっか。うん。私もなりたいな、好きに。なれるよ。あ、袖。ん？あ、ブノ。そっちも。あ、大丈夫、自分でできる。今日どうだったの？ん？デート。ああ、マギちゃんから聞いたんでしょう。あのね、あれデートじゃなくてリサーチだから。リサーチ。にしては随分気合い入った服装でしたけど。いや、あれもマギちゃんが選んだの。なんかあった？何も？いや、何もないんです。はい、これ、はい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 。それでは、ナナちゃんは先方への前振り、よろしくね。了解です。サクちゃんとユカちゃんは撮影のメイク、スタイリストのアサイン、忘れないで。
はい、わかりました。承知しました。はい、じゃあこれでよろしくお願いします。はい、はい、あの京子さん、私企画書書いてみようと思ってるんですけど。うん、書いたら見ていただいてもいいですか？もちろん。ありがとうございます。私も何か手伝えることあったら言ってください。ありがとう。俺も。いや、さくちゃんはまず自分のティーム企画の改善。はい、私厳しいよ。はい、頑張ります。なるほどね。ダメだ、もう。まあ仕事が楽しいから恋愛は後回しって言われたら榊社長は何も言えないね。はい、でもミッションはクリアしてる。え？恋人がいないことも分かったし、次のデートも約束できる状況も。おう、本当だ。まあ最低限のことはした。だから次回どう改善していくかを。圭介くん、マジでダメダメ。え？そのデートお互いに全然自然じゃない。緊張でガチガチの中で相手の様子伺いながら情報を聞き出そうとして何が楽しいの？海ちゃんもかわいそうだよ。ちょっと待った。あのひなちゃんは何？ああ、私が圭介くんを好きって話？待って。大丈夫。この間振られたから。え？マジか。圭介くん、社長と社員っていうリスクを理解した上での恋なんでしょ？だったら本気で掴みに行かなくちゃ。経験不足に甘えてたらダメだからね。サトルさんも、はい、厳しいふりしてるけど実際圭介くんに甘すぎ。ちゃんと客観的に考えないと。はい、はい。この場をもって大吾悟を榊圭介の恋愛アドバイザーから解任します。え、解任？後任は私。よろしいですね？どうしようかな。ダメだ、全く思い浮かばない。今日は全然ダメだ。おお、びっくりした。私は飲む。珍しいじゃん、なぎちゃんがこんな時間に体に悪いものを飲むなんて。いいじゃん、たまにはちょっとは気緩めないと。お待ちくまももつかないでしょ。ありがとう。じゃあ一緒に開ける？せーの。せーの。ケーピー。声でかいよ、ケーピー。あー、最高。はぁ、私も後でそれ飲みたい。うん、いいよ。これね、うん、有岡さんおすすめ。この間ピクニック行った時に教えてもらったの。すんごいの飲むね、有岡さん。ね、元気もりもりだったよ。本当だよ。うん、で、いつ付き合うんですか？まだ2回しかデートしてないから。とか言っちゃってさ。知らない、もういいよ。1人で食べる。ダメだよ、太るから。あ、太るよ、知らないよ。自分の仕事と仕事している自分を好きになりたい。うん、いいこと言うじゃん、じゃがーそうなんだよね。だから私もそうなりたいなって思ってさ。だから自分のやりたい企画探してるんだ。うん、ねえなぎちゃん、なんかいいアイディアない？ JK に聞かないで自分で考えて。そうだよね。はい、なんかこだわってマジすごいね。そんなこと考えてんだ。普通に鍋食べて食器洗って帰ってたけどさ。
こんな写真も撮れちゃうし。うん。普通に尊敬しちゃうよね。本人には絶対言いたくないけど。うん。わかったかも。やるわ。うん。頑張って。うん。めっちゃいいじゃん。今までなかったし、うん、最近話題になってましたもんね。ね、すごい。めっちゃいいと思う。ありがとうございます。どうしたの？海ちゃんの企画書です。え？写真展。はい、気づいたんです。私、長峰和夫の目を通して映し出されるアニマルビューティーの世界が大好きなんです。和夫の知名度が上がって名前にブランド力がつけば、うちにも和夫にもいいことしかないんじゃないかなと思って。それにこの間の藤沢選手の広告も一部で話題になってましたもんね。うん、あ、説明させてもいいですか、社長。楽しみにしてる。はい、ありがとうございます。頑張ってね。はい、まず風間くんにお話をつけて、はい、あと会場の候補も探さないとですね。うん、私見つけておきます。ありがとうございます。はい、はい、いらっしゃいませ。あっつい。はい、お疲れ。うん、何にされますか。ああ、じゃあこの人と同じで。かしこまりました。何、ほら明日現場だから。そんな遅くまで飲めないけど。ちょっとかわいそうになってさ。まあ私がおごりますんで。は、圭介くん海ちゃんにアタック始めたから。デートの話？何？知ってたの？まあ、はい。何が言いたいの？ダメ。何が？だって風間海ちゃんのこと、その顔、女の子にする顔じゃないんですけど。お待たせいたしました。かわいそうな私たちに乾杯。うまくいかないね。ユウには言えたの？正面衝突、無事撃沈。偉いじゃん。カズオはさっさと告るタイプだと思ってた。ね、だから真剣な時ほど白黒はっきりつけたい人でしょ、長峰カズオは。写真のことか。優しくてイケメンな有名企業の社長と、いつ日本を出てもおかしくない貧乏カメラマンだったら、みんな社長がいいに決まってる。で、貧乏カメラマンは思うだろうね。別に貧乏ではない。そりゃそうだ。そのために本当に撮りたい写真我慢してるんだから。本当はもういつでも海外に行けるんでしょ。まあ、お金の目処は
偉いよ。私は応援する。カズオが撮りたい写真でご飯食べれるようになるまでいつでもカメラの前に立ってあげる。ありがてえ。ありがてえでしょ。うん。で、そっちはどうなの？ん？我慢してるんでしょ？こんなきっつい酒飲まねえとヘラヘラしてられないなら我慢しない方がマシだと思うけど。うるせえ。うるせえか。ことがきついよ。今日は飲みましょう。テキーラ2つお願いします。よろしいですか？じゃあ待って、無理無理無理、一つ一つで。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様。これから。はい。カズオに写真展の話してきます。そっか。はい。それって面接の時の？あ、はい。よく覚えてらっしゃいますね。実はこれカズオが選んでくれたんです。カズオが？はい。私あの時メイクもファッションも自分が何が好きなのか全然わからなくて。そうだったんだ。はい。本当風間には情けないところいっぱい見せてきちゃったんで、今日ぐらいは一番かっこいい自分でって思ってたんですけど、結局この服でした。そっか。はい。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。似合ってる？あ、その服選んだ人センスいいね。今日は何食うの？あ、ちょっとその前にさ、一個いい？うん。会場は渋谷とか原宿とか若者が集まりやすいところがいいかなって思ってる。それか規模もう少し小さくして会場の箇所をこう増やすっていうのもありかなって。そしたらこう場所ごとに違う見せ方もできるんじゃないかなって思ってたりするんだけど。これさ、うん、俺の名前外すのは無理なの？なんで？あ、いや、あ、これは、まあ、アニマルビューティーの広告写真展でもあるんだけど、まあ、カズオにとってもプラスになるといいなっていうか、こういろんな人に名前知ってもらえるチャンスかなみたいな風に思ってたんだけど。なんか気になる？海ちゃんさ、うん、前に見せたでしょ、白黒の写真。ああ、あの素敵な風景の写真。うん。他にも風景だけじゃなくて一般の人っていうか、うん、モデル相手じゃない写真とかも結構撮ってて。へえ、そうなんだ。俺本当は海外でああいう写真が撮りたい。言葉も通じない、知ってる人なんて誰もいない場所だからこそ人間の本質っていうか生身の表情が撮れるんじゃないかって。そっか。
だからずっとお金貯めてて、だから今の仕事もやってるのね。だからまだ取りたいもので食ってけてないから、アニマルビューティーの写真展やるとなると今後そういう仕事ばっかりになっちゃうと思うんだよね。それは風間はアニマルビューティーの仕事は本当はやりたくないってこと？いやだから俺は広告の写真がやりたいわけじゃないから、アニマルビューティーのカメラマンとして名前が売れると将来的にいろいろ困る。アニマルビューティーの仕事で名前が売れたら風間のイメージが悪くなるってこと？方向性が違うってだけ。私アニマルビューティーで撮る写真は和夫にとってもすごくいいもので誇らしいものなのかなって思ってたけど、違うってことだよね。お金のためってことでしょ？いやそれは違うぞ。和夫にとってアニマルビューティーの仕事はすごい好きでやってるもんだなって思ったんだけど、すっごい素敵な写真撮るし、たくさんの人に見てもらって感動してもらってすごいなって。なのになんでそんな風に言うの？お金貯める方法だったら他にもいくらでもあったよね。海ちゃんには関係ないだろ。嫌でアニマルビューティーの仕事するくらいなら最初からやらなきゃよかったんじゃない？最初から海外行って好きな写真撮ればよかったんじゃないの？あんたに何がわかんだよ。わかんないです。私ね、風間が撮るアニマルビューティーの写真本気で好きだった。見とれていた触れてみたショーウィンドウ、ガラスに映った疲れた顔、切ないほど胸焦がした、やりきれない日々は。評価さん。え？すみません、この間の企画書また一から考え直します。嘘？わかった。いい企画だったよ。また頑張ります。よろしく。こぼれそうになった涙で世界が滲んでも、瞬く時間を走れ走れ走れ。できた。どう？なんか作者のイメージ湧かないんだよね。
んでなんで。モデルチェンジで。本当ですか。おいらっしゃい。久しぶり。よし。大将。お。ラーメンと餃子。はいよ。全部捨ててく。海外。大事な話があるから。なんで私がこんな気持ちにならないといけないわけ？子供かよ。あの人。鹿森さんには会わないつもりです。引っ越しラーメンです。海ちゃんが。